乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織によるマコーロ爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコーロ。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコーロ内に入っちまえばあとは1番と同じ。魔法だまりを目指す。はるドカンとかなしてやるぜ。 JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。はあ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでもう擁護するのか。いい迷惑だ。アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。マコーロを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。ふん。あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 チャンだ。文句はないんだろ。隣に戻っとけ。ティファのそばにいてやれ。臨時 ID スキャニング中です。どうして？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらお願い。任せろ。車両ロビーシステムを3分後この車両は開始されます。とにかく前の車両に。
撃。クラウド。急げよ。攻めるぞ。隙をつく。そこならきっと安全だから。私はシンラ社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配アイディストリジャー弾命の確認を確認。相当フェーズの攻撃。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。ソレビックスのプラン E だ。ディファ、行けるか？大丈夫。覚悟はいい。失せろ。揺さぶっていく。一気に叩き込む。終わりだ。覚悟はいいか。一気に叩き込む。ここまで。きっとバレットだよ。愉快痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ。しぶといネズミだ。三匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。二匹と合流させろ。はっ。了解しました。ID 初心者は応援を頼む。
急ぐぞ。バレット。おお、こっちだ。下がれだ。ハンメを確認。沈め。捕らえる。ほら。当てる。アフリカ。どうした。やめやすか。じゃあ。そこ。決まった。終わりだ。当てる。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるか。E まで。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いる国境はね、隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あちらで5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。いけるぜ、いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではえ、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ
被害が想定より大きく、このままでは。お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。